ペニリアたちが楽しそうにやっていたんだから、私たちも負けていられないよね。もちろんよ、それにレイアウトも残してくれたから、有効活用しなくちゃね。さあ今回開封して走らせるのは、もう見えているけどこちら、トミックスの JREF81 型300番台電気機関車虹型。関門トンネル用としても活躍する、ステンレスの電気機関車ね。箱の正面から見て手前側にはパーツリストが載っていて、左右にはタイトルと品番、トミックスのロゴなどが記載されている。それじゃあ、開封していこうか。あ、ということは、いよいよ年末も近いということか。ではオープン。車両は丁寧に袋に入っているわね。箱の中には説明書が入っている。付属品はそこそこあるみたいね。今回もいつものようにナンバープレートだけを取り付ける感じかしら？そうしようかな。ホイッスルとか信号円管とかはともかく、手すりなんて絶対苦戦するはずだし、その付属品というのが、この3つの袋に入っている。今回使うナンバープレートはこの中にあるみたい。次に車両を見ていくよ。81らしい顔つきが特徴的だけど、ステンレス仕様ということで、かっこいい銀色塗装になっているね。JR のマークは水色で塗り分けされているのもいいポイントだよ。屋根周りの配線や、スカート部分の造形も素晴らしいね。日立マークまで完璧に再現されている。台車の造形もいいわね。じゃあナンバープレートを取り付けていこうかな。左が前面用、右が側面用で分かれているよ。前面用は中央に向かって盛り上がっている感じね。ちゃんと見ていれば付け間違いなんてことにはならなさそうだけど、303と304、どっちにするの？今回は304にするよ。もう解体されちゃったみたいだけど。朝カフェで気持ちを整えてからお仕事に臨むやり方も悪くないと思う。取り付け完了。手すり云々がないから、そこの穴が見えちゃっているけど、走らせていたらそんなに気にならないわよね。それじゃあ最後に走行タイムと行こうか。あれ？テールライトは点灯しないのかな？何かと牽引して走らせることを前提として作っているのかしら？ヘッドライトは点灯しているみたいだし。走りは問題なさそう。それじゃあ短期で走らせていこう。滑り出しはいい感じだね。フライホイール付け動力と M13 モーターを採用しているから、非常に滑らかかつ安定した走りをしてくれるよ。せっかくだし何か牽引させない？もちろんそのつもりだったよ。次は貨物を持ってきてつなげるよ。ということで3両のコキを用意。いや、それはいいんだけど。なんで30までいるのよ。同じステンレスの電気機関車ということでね。パンタグラフは相変わらずない状態だけど。単品で出てないの？見たけどなかった。もちろんちゃんと走るよ。パンタグラフがない電気機関車。でもこの車両ならそうであっても違和感がないんじゃないかな。そこは人それぞれだと思う。やっぱり何かを引っ張る姿がお似合いだね。客車も牽引していたのかしら？関門トンネルを走れる車両なんだから、寝台客車とかは引っ張っていたはず。今回はトミックスより、JREF81 型の300番台電気機関車虹型。こちらを開封して走らせてみたけど、ステンレスの車体がかっこよくて存在感のある81だなぁと感じたよ。動力も安定しているし、なかなかいい車両じゃないの。値段はちょっと割高な気がしなくもないけど、九州の車両を集めていて、それと一緒に走らせたいという思いがある人には、ぜひ手に入れてほしい車両だね。そういえば気になったんだけど、なんでこれ買ったの？あなたがこの車両を好きになるきっかけなんてあったかしら？やっぱりお隣の30があったからかな？隣り合わせに並べたいなーって思っていたことがきっかけとでも言っておこうかな。ま、これを機に九州の車両も、もう1編成来てほしいところだけどね。